はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。はい、これは何かというとですね、とあるものをですね、Amazon で購入しました。それが何かというとですね、これに載ってたんですね。鉄おもっていう雑誌があるんですけども、これのですね、これここカププラのページに蒸気機関車の特集が出てたんだよね。そう、これを見て、ああ蒸気機関車のカプセルプラレール出るんだって、これだったら絶対やりたいねって言ってたんですけど、うちの近くにはなぜかなかったんですよ。なのでアマゾンでですね、初めてかな、フルコンプ買いをしました。はい、ということで送られてきたので開けてみましょうね。とりあえずね、この封だけは開けてあります。こんな感じ。はい、カプセルに入ってないんだね。初めてコンプ買いしたからさ、正直分かんなかったんだけど、じゃあこれも開けていきましょうか。バラバラに入ってる。あ、でもちゃんとそれぞれ袋の中に入ってる。あ、そうだね、親切にこうごとに分けてあるね。はい、ということでこんな感じで入っておりました。ラインナップ確認してみましょうか。はい、ラインナップはこちらでございますね。はい、SL と大転車大編だって、ね、こんな感じで蒸気機関車たくさん乗っておりますね。楽しみだね。情景は4つしかないな今回ね。はい、まず C53 の43、これこれだね。あ、はい、これだ。おお、あ、いいじゃん。なんかマットな感じする。はい、このような感じですね。すごいね、マットだね。へえ、よくできてる。カプセルプラレールでこんな感じ初めてだね。こういう機関車いるのかね。あったんじゃない ?C53 の43ってあったんでしょ。かっこいいじゃん。かっこいいね。はい、ということでですね、一気に飛ばしましたけど、全部袋から出しました。では改めてですね、こちらが C53 の43でしょ。で、そのテンダー車ですね。で、こちらが B タンクです。 B タンクは、C53 に比べるとマットが弱いけどツヤがあるね。すごいかっこいいね。本当だ、すごいかっこいい、これ。蒸気機関車っぽい。しかもちゃんとゴールドの塗装もされてるしね。ここにエクスプレスって書いてありますね。エクスプレス、あ、ほんとだ。クジラみたいにね。はい、次にこちらですね、 C57-180番ですね。 SL 磐越号でございますね。ここね、ステッカー貼ってあるね。他は全部塗装ですね。素晴らしい。これ SL 磐越物語に出てきてるでしょ。ああ、多分そうだね。あ、そうか、ごめんごめん、 SL 磐越物語だ。 SL 磐越号じゃない、 SL 磐越物語でした、失礼しました。はい、平身君合ってます。そして次にこちらが中間車両、そして後尾車両ですね。後尾車両の一番後ろ、ここにですね、マイテ49って書いてあるね。はい、そして次がですね、こちら A 信君組み立てました大転車台ですね。これよく組み立てられたね。説明書ないのにね。これ結構回るんだよね。で、素晴らしいよ。2車両乗る感じだよね、これね。ちゃんと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 12本もレールつけられるんだ。で、この機関車をセットして、そうだね、単数車も含めて乗せられるって感じだね。これで回す。おお、かっこいいかっこいい。次にこちらですね、吊り橋でございます。これはよくあるよね。SL じゃなくてもよくあるシリーズですね。次はこちらですね、 C56 の160番ですね。SL 北琵琶湖号ってここには書いてあるんだけど、ちょっとこれわからないね。勉強不足でした。勉強不足。ちょっと乗りに行きたいね。SL 北琵琶湖号ってことはあれなのかな、琵琶湖近辺を走ってる機関車なのかな。そうじゃない、そういうことだね、知らなかった。はい、そして次がこちら C12 の50番。こういう、かわいいね、ずんぐりむっくりした機関車ですね。これもツヤがちょっと抑えられてる感じかな。ずんぐりむっくり、そうだね。そして次がこちらですね、定番でございますね、デゴイチでございます。 D51 498番ですね。はい、これさ、もうおなじみだよ。おなじみだね。で、後ろにテンダー車もついております。ちゃんとテールランプがあるね。石炭も乗ってるし、テールランプも乗ってます。素晴らしいね。ある、素晴らしい。はい、デゴイチですね。次に、白貨車と黒貨車ですね。これは何だろうね。特に何にもないね。どの SL につけてもいいっていう感じかな。
はい、そしてこちらが田舎の駅ですね、うん、これ初めてだね、うん、これいい感じだよ、うん、ちゃんとこの駅舎のところに時計がついてたりね、うん、するし、これなんて書いてあるの、田舎の駅と書いてあった、うん、コンプセット最後がこちらの坂レールでございますね、うん、この坂レールがあればさっきの吊り橋、うん、あれにつなげることができるね、うん、一応登って降りることができますね、うん、やってみようか、うん、はい、それではですね、ちょっとレールをつなげてみましたね、うん、このセット全部集めても、レール一通りつながらないよね、うんうん、ダブったらいいんだ、そう、ダブったら一周ね、レールつなげられるかもしれないけどね、うん、では、とりあえずここにね、転車台あったり、吊り橋があったりするので、レーシン君、こっちからですね、ちょっと D51 発射してみてもらえますか、はい、ではエイシン君、そっちから D51 発射してみてください。客車つなげてね。あら。あら。いや重いか。ああ重いか。あらら。あら。ああ。おいくんくん。おお。あらららら。直線レールつなげた方がスムーズにいくのかも。ああ。あ行くね行く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 。オッケー。いいね。ああでっかい車両が結構低いの。ああでもここ引っかかんなくなったね。うん。うん、はい、ね、転車台を使って周りにレールを敷いてその上に機関車置いてみました。今回の6種類全部だね、うん、すっごいいい感じになったね、うん、すごいいいじゃんこれ、これこそまさに転車台って感じだね、うん、いい機関庫だね、うん、うん、これ車庫がついてるとまた良かったけどね、うん、今回のセットは車庫ないもんね、うんうん、いいじゃん、すごいいいね、すごい、はい、ということで今回はカプセルプラレール SL と大転車台編でした。